これが新型トヨタマーク X のエンジンルームです。こういう大きいカバーかぶってて本体見えませんけれども、 V 型6気筒 3.5 リッターと 2.5 リッターの2種類があります。 3.5 リッターが318馬力、 2.5 リッターが203馬力、ちょっと差がありますけれども、どちらも優等生です。さあ、その中でこの、トヨタの V6 3.5 リッターには大きな特徴があります。これは他にはありません。これはレクサス ISGS でも使われているんですけれども、燃料噴射が、シリンダー内ガソリン直接噴射と、ポート間接噴射の併用なんですね。で、運転状態に応じてポート噴射で中速トルクを滑らかに稼ぐ、それから、ピークパワーは直接噴射で稼ぐ、そういう使い分けがとてもスムーズにできている、まあ、一番の優等生かもしれません。それからもう一つ、 2.5 リッターの V6 は、数字で見ると馬力が非常に低くてなんかしょぼく見えてしまうかもしれませんけれども、これは、トヨタ自慢の D4、シリンダー内ガソリン直接噴射、新世代エンジンなんですね。これによって非常に燃費を稼ぐ、しかもレギュラーガソリンなのに廃屋使ったのと同じぐらいの性能が確保できる、それから踏んだり離したりのレスポンスが非常に明快、そういう意味でも非常に優れたエンジンだと思います。またこのエンジンルーム見てください。マーク X にはスタンダード系、それからスポーツ系、プレミアム系という3種類の味付けがあるんですけども、これはスポーツ系なんで、ここに、左右のフロントサスペンション、ダンパーのトップの部分、これ AVS というんですが、電子制御の配線が来てます。これはアダプティブバリアブルサスペンションシステムっていうんですけれども、これによって走行状態に応じて、あるいはドライバーの好みによってダンパーの減衰力を高めたり低めたり、乗り心地重視なのかガシッとしたハンドリング重視なのか切り替えられるようになってます。ただその切り替えた時に、お、変わったってはっきり分からせる程度じゃなくて、そこはかと長く変わってそれなりの効果を出させるっていうあたりがトヨタらしい慎重なアプローチだと思いますね。今山々の間を縫って走るワインディングロードを気持ちよく流しているところです。まあ、普通にドライブに来たっていう感じの走りですね。まあ、こんなところでは快適なのもちろんですけれども、今度は街の中でも快適さは変わりません。やっぱり乗用車にとって最大の任務というのは、いかに人間に楽をさせるかですから、その点も走り出した瞬間から大合格というような仕上がりになってます。何よりいいのはこの乗り心地のフラットさですね。硬からず、柔らかくてふわふわしすぎず、実にちょうどいいのがちょうどいいという言葉通りですね。このダンパーの径を太くしてオイル量を多くして、その分全体の負担を軽くするという、まあ非常にシンプルな考え方ですけれども、それが大いに正解だという証明だと思いますね。ところで、今は普通に D レンジで走ってます。まあこの6速オートマチックトランスミッションとても頭が良くて、D レンジで走りながらも、カーブとか上り下りの勾配とかに応じて、まあ人間が気がつかないほど軽く自分で変速して最適のギアを選んで走ってくれるんで、まあ、私たちは何もしなくてもいいわけですね。で、その上でこのエコモードのボタンを押してみましょう。これだとさらにこの燃費を意識した、まあ、パワーを必要としない走りになるんですけれども、しかもこれで 2.5 リッターの方なのに、ちょっと踏んでみましょうか。こんなにピュー、いちいち言葉で言わないでもこの感じ分かってくれたと思いますけれども、これだと常にエコモードに入れっぱなしでも普段の乗用車として快適に、そして軽快に走るのに全然不足はないですね。もうこれ画面からも快適さっていうか安楽さがですね、伝わってくるんじゃないかと思うぐらい角のない車ですね。このスーッとカーブに入っていく時の、これ電動パワーステアリングなんですけども、この切り始めっていうのが不自然になることが多いんですよ。今でも電動方式はこれがとてもの切り始めの直進からのフィーリングの変化に段がない、あらゆる点でこう車全体に、なんて言いますかね、蜜をまぶしたように滑らかっていうのが、マーク X のとても大きな魅力ですね。それでいながら、やっぱり同じメカニズムを使っているはずのクラウンよりも少し若々しい感じがある。
この辺のちょっとした味付けの違いの出し方、さすがトヨタうまいですね。よくトヨタの車は80点、何でも80点主義でつまらないという人もいますけれども、何でも80点にまとめるっていうのはどんなに大変なことかっていうのが、このマーク X に乗るとよくわかりますね。そういう意味で、この車は、たとえ人に勧めてもそれによって友達をなくす心配はないと私は思います。